大谷智之は毎日放送の報道局ニュースセンターに所属する京都府京都市右京区渦政出身の記者。元アナウンサーで元ニュースキャスター。2017年10月から2021年3月までは MBS が運営する JNN パリ支局の支局長を務めていた。高槻中学校、高等学校、 関西学院大学卒業後の1997年に毎日放送へ入社。新聞記者や報道記者を目指していたため、就職活動では一般職で毎日放送を受験したが、声がいいという理由からアナウンサー枠で採用され、MBS に入社することになった。同期入社のアナウンサーは、近藤を通る中村かな、北沢さやか。 アドリブランドでテレビ番組へのデビューを果たすと、入社2年目の1998年から、およそ10年にわたって、MBS ラジオの競馬中継で実況を担当した。MBS テレビ平日夕方の関西、ローカルワイドニュース、ボイスには、アナウンサー時代の2005年10月から、2014年4月4日まで、出演していた。2006年3月までは木曜日で、 フィールドキャスターを務めていたが、同年4月から、期、金曜日のメインキャスターに昇格。毎日放送への入社前から、報道記者を志していたこともあって、2009年4月1日の人事異動で、アナウンサー室から、報道局ニュースセンターに移動したことを機に、全曜日のメインキャスターを担当した。報道局への移動後は、報道記者として、企画、取材、編集、 元、アナウンサーとして特集などのナレーションも担当。ボイスで、取材、放送した特集やドキュメンタリーを JNN 経由で全国に紹介するために TBS テレビ制作、全国ネットの報道番組に出演することもあった。ボイスメインキャスターの降板後は、報道局の記者として取材活動へ専念。一時は大阪府政キャップを務めていた。その一方で、 チチンプイプイで2017年9月まで放送されていた石田ジャーナルではオープニングコールに大八木の声を使用。放送日によっては記者大八木智之という肩書で石田ジャーナルの取材 VTR に登場することもあった。毎日放送が自社で JNN パリ支局を開設した2017年10月からは初代の支局長としてパリに赴任。 TBS テレビが制作する JNN 全国ネット番組向けの取材活動に加えて毎日放送制作の番組にもヨーロッパ各地から生中継で取材リポートを随時送っていた2021年4月から毎日放送の本社へ起任したが起任後の所属先は不明以上の番組にはアナウンサー時代に出演以上はいずれも TBS が JNN 全国ネット向けに制作する報道番組で JNN パリ支局不任前の記者時代から支局長時代にかけて随時出演。いずれもアナウンサー時代に出演。ありがとうございます。